話をどん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 ガンガン進めてドライブさせていくみたいな、そういうことは舞台をガンガン変えて話をくるくる回していくみたいなことは意識して書いてましたね。それともう一つアナザーエデンとかだとどうしてもキャラクターに関して配布キャラ、つまりだからストーリーに関して出てきてそのままユーザーに配布されるキャラだったら深く突っ込んだ物語は書けるんですけれど、夢見のキャラとかだとプレイヤーにとってはプレイヤーの中では持ってる人もいれば持ってない人もいるんで、話の中にがっつり組み込んで書けないんですよ。だからどうしてもその東方編とかでも出てくるニューフェイスのキャラでもとりあえず出してさらっと話の表面だけなんだろうな、伝えるというか、話の表面に触れさせて、でその内面を描いたり深いところでいい話を作るのは僕のメインでは書けなくて、その分はだからこの外伝なりキャラクタークエストなりを他のスタッフに書いてもらって、そのキャラを持ってるユーザーはそこで遊んでねみたいなやり方しかできないんで、メインはかなりちょっとキャラに関してはおざなりになってる部分があったんで、そこら辺がだいたい中編くらいになると露呈してくるというかちょっと欠点として見えてくる部分はあったんですけれど、まあでもなんとかその部分は他のスタッフが補ってくれてるので、それはやっぱりアナザーエデンのいいところで、僕は僕でやっぱりだからメインの話はドライブさせるから、それに関してキャラクターの深い部分は君たちに任せるみたいな、そういうだからお互いのやり方のスタンスがまた出来上がって、それがいい感じで回り始めてたのが中編なんじゃないかなっていう感じはしますね。じゃあキャラクエもおもれえんだわみたいな。